皆さんこんにちは、現代アーティストの松岡隆一です。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっと今僕が制作しているちょっとオリジナルの画集についてちょっと説明させてもらおうと思います。まだね、制作途中なんですけど、これがちょっとそのね、まあまだ途中なんですけどね、画集なんですよ。まあ画集にしちゃったって感じなんですけどね。そうなんですよ。まあとあるファッションブランドのカタログなんですけど、すごくしっかり、まあ、された製法なので、友達がねこれをいただきまして、これに変えたらいいんじゃないってことをね、ちょっと意見いただいて、結構チェントプロジェクトでほんとたくさんのものに書かせてもらったんですね。なので、あんまりいろんなものに書くことにもう抵抗がなくなってきたというか、やっぱどんどんいろんなものに書いていきたいっていう欲が強くなってきて、それでもうこの本にも書いてるんですけど、こんな感じでね、例えば、まあこれが1ページなんですよ、1ページ目で。まだこれも途中なんですけどね、ちょっとペンをいっぱい、ペンが入れるんですよ、こうやって細かいのをね、入れるんですけど、とまあこんな感じのね、ブック形式で楽しんでもらえたらなと思ってます。これは写真を貼り付けたものですね、人形の写真ですね。結構写真家時代のね、お話も YouTube 上げてるんで、よかったら他の動画も見てください。こんな、まあまだ写真続きますね。ここからね、やっぱり画集といえど、まあ、僕のプロフィールなんかもね、活動記録も載したいので、この間の個展のね、DM を貼り付けてますけどね。こんな感じで、これは僕のライブペイントのこんな作品情報なんかも、この画集には入れれるようにします。これもね、伝説のね、アートシャワー2015ね。ここで出会った方とね、僕、今でもずっと、制作を一緒に共にしてまして、まあ僕のアーティストとしての最初みたいな感じのところですね。あとはまあ僕のこうやってポートフォリオがね、入ったりしてます。今はここまでなんですけど、ちょっと、こういうオリジナルのね、まあ、作品集、僕自身のアーティストとしてのカタログであったり、まあそういうのもちょっと一冊作っていこうという試みでやってます。これがね、全80ページあるんですよ。そうですね。あ、違います。89、約90ページあるので、今ね、もう20ぐらいまで進んでるんですよ。これを今月ぐらいに書き終えて、今月末のね、個展とか、来月の個展で発表したいと思っています。こうやってね、本当に、いろんなものに書くっていうのがやっぱり、そのものの価値とかね、なんか、ものの形とか、なんか角度によって全然、あ、このものって見方変わるんやなとかね、なんかいろんな発見があるので、僕は楽しんで、やっております。と同時にね、なんかチェントプロジェクトも、なんか、さすがにちょっと、この規模は無理なんですけど、なんか本とかね、なんかに書いてほしいとか、本のここに表紙に書いてもらって、なんかオリジナル作品として持ってもらうみたいなのね、なんかは普通の文庫本とか小説やったりみたいな、そんなこともなんか面白いんじゃないかと思っております。そんな感じのオリジナル画集をね、作ってるという、今は告知というかね、活動内容の記録でした。またこれもアトリエにずっと置いてますんで、アトリエに行ってもらったらたくさん見てもらえるようにしますので、よかったら完成も見てもらえたらなと思います。 SNS で、結構随時ね、制作途中の様子とかも載せてますんで、よかったら見てください。ありがとうございます。松岡隆一でした。失礼します。